はい、どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、集まれどうする実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、こちらハッピーホームパラダイスの匠ライフの事務所の様子をお届けしますということで、道場の公式ツイッターが更新されています。まずはそちらをご覧ください。どうぞ。まずはこちらでございます。匠さん、こんにちは。今日は匠ライフの事務所の様子をお届けします。1階は受付とお土産ショップ、それから外にはお客様と別荘作りの相談をする眺めのいいテラス席もっていうことで、まあ、1階のね様子っていうのが紹介されてるんですけど、結構懐かしくないですか。テレビデオですね。昔から存在する家具で、松丸のお釣りね、さすがに2020年の作品ということもありまして、テレビデオ系の、まあ、家具っていうのがほとんどなくなってしまったわけなんですけれども、今回のまさかの復活ということになっております。そしてもう一つ奥にあるやつ、これね、アウトドア用の多分最新のキッチンなんじゃないかなと思います。多分ね、料理の DIY 自体は何のキッチンを使ってもできると思うんですけど、外で DIY するには、まあ、それ相応の見栄えが良くなる家具が必要になってくるじゃないですか。そういう人のため用に作られた家具なんじゃないかなと思います。さすがにな、キッチンって基本的に室内に置くものだから、アウトドア用のキッチンが新しく登場したと思っていただければなと思います。それが今回紹介したかった部分の一つとなっていて、もう一つがこちらです。メインのお話ですね。匠さん、そして2階はスタッフルーム、仕事着に着替えたり休憩したり、いつでもご自由にどうぞっていうことで、2階がねまさかの登場したということで、まあ、前回紹介したんですけど、本間さんは残念ながら今回登場しませんでした。まあ、一つずつ家具見ていこうぜ。まず一番左から順番に、これなんだろうね、なんかリサイクルボックスっぽくない？見た感じリサイクルボックスなのか、まあ、それとも収納ボックスなのか、どっちかですよね。写真自体はね、至って何か特別な写真ではなくて、プルメリアが写っていたり、まあ、入道雲が写っていたり、海が写っていたりっていう写真でしたね。なんかハッピーホームパラダイスの住民とかが写ってる写真なのかなって思ったけど、そうではないみたいなんですよね。そして真ん中にあるのが、ね、ハンモックですね。休憩したりっていうことで、まあ、休憩する用のハンモックなんじゃないでしょうか。まあ、休憩っていうよりどっちかっていうと寝るに等しいんですけど、まあ、休憩用のハンモックがあって、そして姿見とロッカーですね。ロッカーで多分服装ですよね。服装を変えたり、姿見で、まあ、髪型を変えたり整えたりっていうのが出社前の一連の流れになるんじゃないかなと思います。そしてですよ、真ん中これすごくない？まあ、ちゃぶ台ですよ。ちゃぶ台の DIY、 いや、ここで DIY ができるのかどうかは分かんないんですけど、まあ、多分できそうではありますよね。最悪さ、向こうの方に行って DIY の作業台とかがなかった時に困るから、まあ、ここでね多分 DIY するんじゃないかなと思います。道具は間違いなく作業台のそれですよね。そして左側ですね。左側のね、これはよくわかんないんですけど、これ見た感じプルメリアっぽくない？プルメリアっぽくはありますよね。っていうのが今回紹介したかった部分で、もう一つ仕切り壁ですよ。その仕切り壁によって壁紙の色を変えることができるんですよ。これすごくないですか？今までになかった機能ですよね。まあ一応ね、これですね、仕切り壁。ハッピーホームパラダイスの今までの映像にも出てきてたんですけど、これ新しくハッピーホームパラダイスを購入することによってできる新格でになっています。仕切り壁。で、この仕切り壁を配置することによって、部屋をね、均等に割ることができますよっていうのが、今まであった情報だったんですよね。ただ今回、スタッフルームが紹介されたことによって、その仕切り壁を利用して、色が変えられる可能性が出てきました。多分ここで仕切り壁によって壁が変えられるってことは、多分自分の家でも変えられるんじゃないかなと思います。一応ね、アプリケちゃんの映像でそれっぽいことは載ってたんですけど、こっちは黄色じゃないですか。ただ、色はね、変化されてるんですよね。なので分かんなかったんだよ。さすがにこの仕切り壁を使ったところで変えられないんじゃねって思ってたら、まさかのですね、どうやら変えることはできそうではありますよね。ここでできるっていうことは、まあ、そんなね2階のスタッフルームになっています。着替える場所もそうなんですけど、できれば椅子とか欲しかったくない？椅子ぐらい用意してくれてもよかった気がするけど、ハンモックだけなんですね。ハンモックってもう寝ちゃうしな。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。蝶々とかもあんないたっけって感じですよね。そしてこれがね1階の映像になっています。今までは1階だけが唯一判明してたんですよね。新しいお給料ポキ楽しみですね。あと3日、多分0時スタートだと思うんですよね。ダウンロードコンテンツは基本的に0時からだから、5日の0時からよ。10時とかだったらどうしよう。いや多分0時だと思うんですけどね。
まあ、そんなね今回の動画の内容だったんですけど、あと天井家具ですね、天井家具なるものもしっかり配置されていて、まあ、今までになかった要素っていうのが全ててんこ盛りになっている、そんな一枚の写真になってるんじゃないでしょうか。結構すごいですね、いろいろな家具とかも登場していて、まあ、リサイクルボックスか収納ボックスかのどっちかなんですよね。ただリサイクルボックスの可能性も普通にあって、そのリサイクルボックスでしか手に入らない家具とか用になってる可能性は普通にありますね。ここでね、この破れたズボンとか穴あきソックスとか、あとはないか、穴あきソックス、こういう系の破れたズボンと穴あきソックスとかってこのリサイクルボックスの中にしか入ってないアイテムなんですよね。まあ、そういったアイテムがこれハッピーホームパラダイスでも出てくるっていう可能性もあれば、普通にただの収納ボックスっていう可能性もあるし、無限に広がってますね、そう考えたら。いやでもどっちだろう、収納ボックスにする必要ってあるかな、ハッピーホームパラダイスで。ただ DIY ができるところがあるってことは、リサイクルボックスの可能性の方が高いのかな。まあ、こっちのね役場のところだったらDIY するところもあればリサイクルボックスもあるわけじゃないですか。ただこれは別に関係ないもんね、ハッピーホームパラダイスは別物の作品と考えて DIY して収納ボックスにぶち込む用のやつなのかもしれませんね。まあ、そんなね妄想をしながら楽しんでいけたらなと思います。あとカーテンですよね、こんなカーテン今まであった？カーテンってそもそもさ変えることってできなかったですよね。ただハッピーホームパラダイスは間違いなく変えることはできると思います。今までのシリーズもできたんですよ、ハッピーホームデザイナーか、デザイナーの方は変えることできたんですよね。あつ森にはできなかったんですけど、カーテンよ、カーテンは変えたくない。しかも半開きにしてるんですよね、これ半開きってできないよね。うわ、なんか久しぶりにカーテン閉めるな。ほらカーテンって多分真ん中にすることってできないですよね。しかもカーテン自体も変えることできないから、多分ねここら辺のカーテン類も家に持って帰ることはできるんじゃないかなっていう予想はしていますね。カーテン便利だよな、こうやって見てみると。まあまあ閉じる機会ってないですね、ここで封鎖してしまってるから。そして新たな機能として、ここもさどけとかないとダメじゃない。これをこれを半マス分開けといて、これねカニ歩きでここ入れるようになるんですよ。今までめちゃくちゃもどかしかったですよね、ここ入れないの。ソファーから座りてえ座りてえって多分何年か言い続けた、20年間ぐらいは言い続けた人いるんじゃないでしょうか。それがね集まる道連れでついにストレスがなくなりましたね。ここの間入れるようになります、あと3日後に。まあ、特になこういうさカフェのね椅子とかだったらいいんですけど、ラタン系はな、特にそれ感じますよね。ラタン系って絶対的に一マス分か、一マス分完全にどけないと座れなかったわけじゃないですか。ただ一マス分どけるとなるとこんなに開くんですよね、これもどかしかったよな正直。まあ、どうするのかっていうと、もう横向けるしかなかったんですよね、横向けるしかなかったんですけど、横向けたら横向けたで不細工になるしどうしようもなかったっていうのが、まあ、今までのね道取り民だったんですけれども、下に下がってしまった、ミスった。みんなのね願いを叶えてくれるそんな任天堂さんでした。ここよ、ここ手持ちランタンも装備してちょっと外に出ましょう。いたずらされたんですよね、ハロウィンの時に。いたずらされたから、まあ、いい感じに元に戻すかって思いつつ、なんやかんやこのまま落ち着いてしまいましたが、まあ、というわけでですね、今回は新しく2階がオープンしたというお話だったんですけれども、いろいろなねラグだの家具だのが登場しています。まあ、こうやってさ新しく、まあ、お店とか事務所に配置はされてるけど実装されていない家具ってたくさんあるじゃないですか。まあ、それのね一角としてこの博物館とかがあると思うんですよね。もうここら辺のやつとかさ全部実装してほしくない？もう最後の最後に、特にこの蝶々のエリアですよ、こういうの全部実装してほしくない？植物類だからもったいない気がするんですよね、こういうの超人気出る気がするんだけどな、こういうのが実装してくれたら。ハッピーホームパラダイスでこういうのも全部出てくるのかな。てかなんか蝶々もさ結構変な種類の蝶々いませんでした、家具磨きの時に。だから今まで見たことのないような蝶々が出てきてるんですけど、だからさすがにねこの集まれ動物の新しい
蝶々として登場するっていうことではないんじゃないでしょうか。家具の一部としてね、一緒に出てきてるだけで、まあ捕まえること自体はできないと思うんですよね。もしも増えたらかなり激アツな展開にはなってくるんですけど、アップデートできる人とできない人で、まあ虫図鑑とかが増えていくっていうのはちょっとね、さすがにどうかなと思うから、まあそういった部分っていうのはさすがにないかなと思います。昨日のね、11月1日からついに店頭でも販売されるようになりましたので、もしもね、まだダウンロードしてないよっていう方がいらっしゃいましたら、こちらですね、任天堂 e ショップで、例えばピックアップのところですね、ピックアップのところに行くと、ここで予約受付中っていうね、ハッピーホームパラダイスを購入することもできたり、あと店頭でファミマさん以外かな、セブンイレブンさんとかローソンさんに行くと、こちらを購入することができますので、ぜひぜひやってみてください。というわけでですね、今回はハッピーホームパラダイス匠ライフの2階が判明したというお話でした。今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな。